事なことを忘れておりまして、ルキアから一言、全日本優勝と、今後の抱負を、今から、話したいと思います。遅くなりましたが、本日はお集まりいただきありがとうございます。1月の全日本では、皆様のサポートだったり、たくさんの応援があったからこその優勝だと思っています。全日本優勝して世界選手権も出れることになったので、まあ、世界選手権もベストを尽くして頑張りたいと思います。そしてこの後カタールに行ってワールドツアーが、まあ、連戦で続くので、まあ、世界ランクをなるべく早くまず30位以内に上げて、まあ、世界のトップ選手と争えるぐらいにどんどん強くなっていきたいと思っています。今日、そして今日、高校を卒業して、4月から明治大学に進学します。まあ、進学して、まあ、競技ももちろん頑張って、で、文武両道もしっかり頑張っていきたいと思っていますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。今日は本日はありがとうございました。